はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。もうすぐ5時になろうとしてますね。5月は26日の金曜日でございます。これは昨日25日19時10分に出たニュースですね。産経新聞です。徴用工問題、生存者に賠償額初支給へ韓国発表ということで、いわゆる徴用工訴訟問題で韓国外務省は25日敗訴が確定した日本企業の賠償金を韓国政府傘下の財団が支払う解決策に基づき、生存中の原告3人のうち1人に対し相当額が26日に支給されると発表した。生存者が政府の解決策を受け入れるのは初めて。もう3人残ってらっしゃってですね、1人がそのうち1人が受け入れますと言うて、お金もらえますと言うたわけですね。それが支払われるという、これをわざわざですね、お隣さんの政府がですね発表してるんです。どういうことかというと、残り2人に対してあんたらも早ううんて言うたらお金あげんでというメッセージを送ってるわけですね。支給額は損害、いや損、あ、遅損、遅延、ごめんすいません、支給額は遅延損害金を合わせて2億ウォン約2100万円前後とみられる。財団はこれまでに、韓国最高裁で勝訴が確定した原告15人のうち10人の遺族への支給を完了。生存者2人を含む原告4人は受け取りを拒否しており、韓国政府は説得を続ける方針ということで、この記事は終わっております。確か判決は1人1億円、1億ウォンやったと思います。それがですね、2018年やったかな、2018年の10月と12月に出た判決ですね。あれからですね、4年半経ってるわけでして、その4年半その前にあれが最高裁ですから、その前の判決からやっぱ多分起算してるんでしょうね。それで、ですね、遅延損害金も合わせて2億ウォン2100万円。これそもそも判決自体ですね、ちょっと複雑な仕組みになってまして、その賠償金というふうに向こうの新聞は言うてるんですけど、賠償金というのは出せないと、それは請求権協定で解決済みと。しかしですね、公序良俗に反するですね、人権に対する罪やと。それについて、1人1億円の慰謝料を払いなさいという判決なんですね。これをですね、向こうのメディアはですね、賠償金、賠償金、賠償金って言ってるわけで、中身は慰謝料なわけです。賠償金としての判決ではないんで、そういうことをすぐ言い換えるんですね、あいつら。まあ、それはいいんですけど、結局ですね、その遅延金が重なって2億ウォンもらえるわけですね。で、これをですね、すでに10人がってもらわはってですね、今11人目がもらうと。あと4人、お前ら欲しないの、欲しないの、欲しないのって言ってるわけですね。そのうちもらうと思いますよ。生きてる人2人、生きてない人2人でしょ。市民運動家みたいなですね、ユン・ミハイみたいなですね、オバハみたいな、その要は騒ぎたい連中がですね、もらうな、もらうな、もらうなって言ってるんだと思います。で、誰かがですね、飢え死にしてももらわないとか言うてるじいさんいましたよね。まあでもじいさんいてもですね、そのじいさんが亡くなったらですね、遺族関係ないから、ほんならもらいましょうということになるのかもわかります。で、これですね、もらわへんという人の分はですね、最終的に供託をするということになります。それで解決ということにするんでしょうね。残り4人ですね、受け取らない4人、のうち何人ぐらいがですね、落ちるかなと、要は受け取るかなというところでございますけど、あと1人や2人は受け取るんちゃうかなと。2100万円という現金がね、多いか少ないかって言ったら、多くも少なくもなくですね、もう90代のじいさんたちにとってはですね、結構使い出のある額ではないですか。
もうむしろ使えないぐらいの額ではないですか。もう90代であればね、変な話、海外旅行行こうとかね、お姉ちゃんとええことしようとかね、美味しいもん食べようとかってそこまでもいかんでしょう。まあせいぜい医療費に使う可能性はあるかもわからない、そういうことでしょう。もうそれで贅沢するということでもなかろうと思いますね。で遺族はですね、ちょっとでもちょっとおじいさんもうときになってなるでしょう。でもうおじいさん死んだはる人はもらおうもらおうもらおうってみんなで分けようとかってもろてるわけですね。まあそういう関係です。やっぱりお金は強いですね、こういう時に。これがね200万とかやったらね、そんないらんわとか言ってですね、エジを張るケースも多いと思うんですけど、2000万ね、ちょっとした使いではありますよ。それでね、これ面白いのはね、この人たちは最高裁で確定したでしょう。でこれに類する裁判がですねいっぱいあるらしいんですよ。で最終的に700人ぐらい残ってるらしいんですよ。徴用工とこう向こうの連中がですね規定する。実際徴用があったのっていうのは1944年から45年にかけての半年ぐらいで、でですね、実際その半ば強制的にですね引っ張られていた人がほとんどいないらしいんですね。でこの判決を受けた人たちもですね、応募校って言いますね、自分で働きますってやってきたわけですね。それを今更ですね金を起こせって言ってるわけであって、なんともこのアホみたいな裁判なんですけど、僕はそれをまた焚きつける職業運動家みたいなのがいまして、やる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 って言って、ほんでそれをまたギャンギャンやるですね、こう弁護士もいましてですね、まあ、タッチが悪いわけですね。日本にギャンギャン言うたら金を取れるという、そういうふうな感じなわけです。これに先立つことをですね、3年前に2015年慰安婦合意というのがありました。他ならぬ岸さんが外務大臣の時にですね、向こうの外務大臣と合意をしたと、政府間で正式に合意をしたということになって、そこで財団を作ってですね、お金を払ったんですけども、受け取った元慰安婦さんもいっぱいいるんですけど、受け取らなかった人もいて、で受け取らない人っていうのはユン・ミヒャンのおばはんが、受け取ったらかん受け取ったらかんって言って、まあ、それで受け取って解決されてしまうと、ユン・ミヒャンみたいな職業大騒ぎおばさんたちはですね、やることがなくなるわけですね。飯の種がなくなるわけだから、受け取るな受け取るなっつって、あんな合意はあかんとか言って大騒ぎを超えたわけです。その大騒ぎにですね、ムン・ジェイン大統領が乗っかってですね、あ、やっぱりこれは手続きの不備やと、こんな合意なんか破棄とかでやってしまったわけですねで今に至ってるわけです。まあそれはそれでまたいいんですけども、そういった慰安婦のですね裁判、このですね徴用工、いわゆる徴用工の裁判もこうですね、いくつもいくつも今あるんですけども、全部止まってるんですというか、多分担当の裁判官は絶対それ進めたくないわけですよ。判決文書きたくないんですよ。僕が裁判官やったら絶対自分のあれに書きませんよ。なんやかんや理屈つけてですね、どんどん先延ばして、自分とは裁判官ってこう人事異動がありますからね、日本の場合はね、だいたい 2,3 年で人事異動では変わっていくわけですよ。だからもう書かないままに生きろうとしますね。もうだってどっち書いても怒られるんやもんだって金払えって書いても怒られるし、金払うんでええって書いても怒られるし、どっちは書いてもあかんわけでしょ。終わったら出さん方がええやんって言うでしょ。でこうやって本来ならですね、最高裁判決ですよ、日本フディア最高裁の判例があるんやから、それに基づいた 判決書いてもいいんですよ。そうしたら非難はされないんですけども、でも後でこうやってややこしい問題になるわけでしょ。そんな元作りとないやんということでしょ。だからこれはね、決してですね、解決へのですね、まあ100の道があればですね、プラス2ぐらいなんですね。98はまだ残ってるんです、はっきり言うて。これからどうなるかは分かりませんし、ユン・ソンニョルさんという今大統領がですね、温度を取ってですね、リーダーシップを発揮して解決解決ってやってきたんですけども、あれがまたですね、4年後に大統領選挙でですね、左派のムン・ジェインみたいなやつが大統領になったらですね、ちょっと全部ひっくり返すお隣さんはそういう国なわけでしてですね、これで安心したら飽きませんよということですね。まあ、彼らは本当にあと100年でも200年でも騒いでるんちゃうんでしょうかね。何度も言うようにですね、
真実とか科学性とかですね、そういうことは一切関係ないわけですね。自分の感情、それが全て、感情がイコール正義になるという不思議な価値観の人たちですからね。まだまだこの問題続きますよと、まあそういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。